人に告白をするときはやっぱ直に会って伝えるは、それとも電話で言うは、ここ最近増えているのが SNS で I love you, I love you。 どんなに時代が変わったとしても真剣な恋に変わりはないから、ずっと保存してたメッセージ、さあ勇気出して送信ボタンをポチッポチッ、スマホの中のラブレター、好きになったら好きだとよ、君と僕とをつなぐ SNS、 タイムラインに君の笑顔が流れてくればプッシュ、いいねいいね、恋のルールは SNS、 正直と熱意と素直さで出してみました、恋人申請承認してくれたらいいねいいね、スマホの中のラブレター、みんな知ってるけれど、恋はそうさ、簡単にはいかない、君の写真にタップしてピンチアウト、拡大しても気持ちまでは知り得ません、諦めて縮尺もどうしても、センチな気分で僕もピンチ、ありかなしかはよくある話、告白じゃお手軽すぎるとか、そんなことない、見てこの手の震え、覚悟を決めて送信ボタンをポチッポチッ、スマホの中のラブレター、好きになったら切なくなるね、君と僕とをつなぐ SNS、 既読未読に振り回されてガクブルになるハードバイブモード、恋のリスクは SNS、 すれ違いと嘆きと辛抱だ、承認待ちです、恋人申請、僕のスマホは未だサイレントモード、もしかして恋に破れた、すれば一瞬でスマホの中のラブレター、君に届けられるのに、僕の気持ちはデータのサイズが大きすぎて通信制限がかかりそう、いや無理してうまいことを言うな、そんなままの気持ちをくれ、好きになったら好きだとよ、君と僕とつなぐ SNS、 タイムラインに君の笑顔が流れてくればプッシュ、いいねいいね、恋のルールは SNS、 正直と熱意と素直さで出してみました、恋人申請承認してくれたらいいねいいね、二人をつなぐ SNS、 今の僕の気持ちは SOS、 返事来るまで日当たり状態でもリタイアはしない、 Love you Love you、 僕らはいつもオンライン、君とどんなに離れていても愛は伝わる、きっと伝わる、およそもほぼなってる、それじゃね、君への思い出溢れたスマホの中のラブレター。